さあ、今年も始まりました。ズンダモンおならバズーカコンテストの時間です。ルールは簡単。まず、ズンダモンさんを両脇からぺちゃんこに潰します。次に参加者のお尻の穴にぶっ刺します。あ、そしておならの力のみを使ってズンダモンさんを大空へぶっ飛ばしてもらいます。最も遠くへ飛ばした方が優勝となります。解説のアレさん、ズバリ、できるだけ遠くに飛ばすにはどのように屁をこけばよろしいのでしょうか？これは物理学でいうところの射砲投射にあたる運動です。到達距離を式で表すとこんな感じになるんですね。なお、空気抵抗、ズンダモンさんの身長等は無視します。要するに、お尻の高さ、お尻の角度、初速度で距離が決まるわけです。基本的にはお尻の高さが高ければ高いほど、初速度が速ければ速いほど、到達距離が長くなるのがわかりますね。角度はどのくらいにすればよいのでしょうか？お尻の高さと初速度によって変わります。ここが複雑なんですよ。一流のオナリストはこうした計算を頭の中で瞬時に行い、高くジャンプしてベストな角度へお尻を突き出して屁を放つんですね。並外れた数理処理能力、身体能力、技術力、そして精神力も必要になってきそうですね。はい、非常にシビアな競技だということです。とはいえ、大前提として、まず尻がでかくないとお話にもなりませんけどね。お尻の大きさに注目ですね。はい、それでは参加者の皆さん、入場をお願いいたします。今年の参加者は厳しい予選を勝ち抜いたこちらの4名となります。全員尻がでかくていいですね。これはレベルの高い争いになりそうだ。特に見てくださいよ、前回まで4大会連続でチャンピオンに輝いている四国メタンさんのお尻を、去年よりさらに一回りでかくなっていますね。相当タフに鍛えてきたのがわかります。もしかしたら自らが持つ大会記録の更新も期待できるかもしれませんよ。それでは早速一人目の挑戦です。メタンさん、よろしくお願いいたします。うふふふ、若い子たちに格の違いを見せてあげるわ。行くわよ。ふんが、どうしたんでしょうか？一向に発射されませんが。これは、もしかして。メタンさん、どうかされましたか？早く屁をこいてください。く、危険するわ。なんだって。絶対王者のメタンさん、突然の危険宣言だ。これ、危ない状態ですよ。コーチ時代に何度かこういう選手を見たことがあるんです。尻を締める筋肉をストイックに鍛えすぎて、ズンダモンさんが尻から抜けなくなってしまったんじゃないですか？そうよ、その通りだわ。自分自身が許せない。今日をもって競技オナリストを引退します。あーっと、メタンさん、引退宣言です。引退宣言をしました。泣いています。プライド高き孤高の女王、メタンさん、万感の涙です。私たちは今、一つの時代が終わる瞬間に立ち会っています。メタンさん、潔い引き際ですね。非常に彼女らしい。今までたくさんの感動と勇気をありがとうと心から伝えたいと思います。ところで、解説のアレさん、お尻に刺さったままのズンダモンさんについては現在どのような状態なのでしょうか？とっくにもう窒息で死んでいるでしょうね。女の子のお尻の中で死ねて、彼も幸せだったんじゃないですか？ズンダモンさんは女の子のお尻が大好きでしたからね。まあ、こいつのことはどうでもいいですね。興味ないです。